ご視聴いただきありがとうございます。今回も詰め将棋の方をお楽しみください。では早速、ですね、棋譜の方を読んでいきたいと思います。2一玉、失礼しました、1二玉ですね。玉型1二玉、4三角、ここまで玉型です。攻め方2五飛車、3五角、2五桂、ここまでが、攻め方。そして桂馬1枚持ち駒ありますね。はい、ということで、ね、今回は詰め将棋7手詰め以上でございます。では1分間考慮時間ということで、ね、お考えください。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。はい、ということでね、解説パートです。今回の詰め将棋は9手詰めということでね、少し長かったんですかね、まあ解くことができたでしょうかということでね、分からなかった方かも、解説を見ていただき、まあ、しっかりね、まあ、ね、詰め将棋をね、楽しんでいただければなと思います。はい、まずはですね、1三桂成から始まります。1三桂成、まあこれは同角ですね。まあ下がる一手も考えられるんですけども、まずはこちらですね。で、次に角をうまく使いたいので、はい、2一飛車成ということでね、2一飛車成。で、相手はですね、桂馬、持ち駒ありますから、まあ桂馬で防ぐだろうということでね、2四桂打ち。で、こちらも、まあ合駒ですね、同じように打っていこうということでね、2五桂打ち。まあ、これは同角。同角で取ります。そして、私も、こちら側も、まあ、桂馬を取ります。こちらですね、竜で取る手もあるんですけども、こちらの方がいいかと思います。はい、2四角ということでね、玉方は、まあ、こちらにもう引くしかないですね。こちらに引きますね。はい、続きまして、こちらですね。これまあこれで最後かなと思いますね。これで最後ですね。2六桂打ちということでね、王様がね、逃げることができませんということで、ここで即詰みと詰みとなりました。はい、ではもう一度行きましょう。もう一度解説させていただきたいと思います。これ戻すのがね、非常にちょっとね、大変なんですけども、こうですかね。はい、このような形ですね。はい、ではいきます。1三桂成、同じく玉、2一飛車成、2四桂打ち、2五桂打ち、同じく角、2四角、1四玉、2六桂打ち。はい、ということでね、ここまでですね。2六桂打ちまでということでね、いかがだったでしょうか。ではゆっくり解説ということでね、ご覧いただきたいと思います。口が回っておりません。はい、まずですね、なぜ今日最終に、まあ、桂馬がなるのかということなんですけども、まあ、これもこの一手しかも考えられないということでね、
まあ、相手玉を引き寄せる一手ということになりますね。最初にね、飛車を成る手も確かに考えられることは考えられるんですけども、飛車を成ってしまうとですね、玉取られてしまいますから、ただ捨ててるだけですから、全く意味のない手になってしまいますから、もうこれは最初はもう桂馬打ち、桂馬をね、もう一三桂成という手しかございません。で、相手玉はですね、引く手もあるとは思うんですけども、これ引いてしまいますと、これ即詰みですね。ありがとうございましたということでね、2二飛車成でこれで終わりです。これだと意味がないので、やはり同玉で取ると。はい、こちらですね、次の手をいたしましては、こちらですね、もうここにね、実際に打ってしまう手もあることはあるんですけども、角というかね、まずもう少し玉をね、寄せていこうということですね。まあ、打ってみましょうかね、実際にね、こう打ってみますと、まあ、これ後ろに引く手しかないですね。後ろに引いて、やってみますけども、はい、ここからね、ちょっとね、爪の手筋というかですね、爪筋を完全に逃してしまった形になってしまいますね。元、この後ろに下がっていくだけでして、で、飛車に関しましてもね、使い道がちょっと分かんなくなってしまいますから、これはよくアウトということで、2一飛車成と。2一飛車成って、相手から、相手側、まあ、ここに2五桂打ちと。ますね。まあ、これも逃げる一手も考えられることは考えられますね。一応こういうふうな形で考えられるんですけども、これもありがとうございました。即詰みということでね。はい、これですね、2四飛車成と、2四竜ですね。2四竜でこれで即詰みとなりますから、これね、玉は逃げることはできませんとよ、できませんよということでね、2四桂打ちということになりますね。で、攻め方としましては、これは合駒ですね。合駒させていただきます。2五桂打ち。合駒させていただきましても、まあ、角で取らせましょうということでね、角で取ります。なんかこれ角で取るしかないですね。ああ、でももちろんですけども、もちろん、こう来ましてですね、こちらに逃げる手ももちろん考えられますが、こちらもね、ご視聴ありがとうございましたということでね、2四飛車成で、2四竜でこれで終わり。終わりになります。終わりになりますから、終わりにならないようにするためには、やはり桂馬をね、角で取るしかないですね。はい。はい、こちらもね、桂馬を取りましょうってことね、竜がしっかり効いてますから、2五角と。2五角ですね。王様はね、もうこう前に進むしか方法はありませんね。ということでね、はい、ここで終わりですね。これでちゃんとしっかり終わることができます。2六桂打ち、ありがとうございましたということでね。はい、これでね、詰め筋をしっかりね、完璧にできた、詰め将棋ですね。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もご覧ください。はい。